よかったでしょう。おここが一番だ。二度高いんだよ。よっ。よっ。ほっほっほっ。来たー。やっぱり。難易度高いんですよ、ここ。ここももみじが綺麗。すげー綺麗んだけど、ちょっと道が、やばいっすね、これ。よいしょ。よいしょ。こんにちは。池田です。今日はですね、倒れた。自転車が倒れた。マウンテンバイクライドとして、12番になるんですけども、今、探検して入り口をですね、ちょっと間違えてですね、入っちゃって、で、戻ろうとしてるところです。で、12になってきたんで、今日はですね、自転車変わりまして、こいつで行こうと思います。はい。ランドっていうツーリングバイクですね。僕の愛車のランド。これでですね、行きます。で、タイヤはマウンテンバイクのタイヤなんですけれども、そもそもですね、マウンテンバイクのレベルがこう上がってくると、ライドのレベルが上がると、マウンテンバイクでいいのかっていう話に僕の中でなってですね、ツーリングバイクをこうマウンテンバイク系にカスタムした自転車でもマウンテンバイクライド、トレイルライドっていうのは楽しめるんじゃないかと思いまして、今回はこれで来ています。フラットハンドルにこうカスタムしたバージョンですね。はい、こんな感じになってます。オールド系です。では、早速今回のマウンテンバイクライド行ってみます。よいしょよいしょよいしょ。いやー、もうこのちっちゃい竹がようさん生えとるわ、ここ。よいしょ。さて、地面がですね、結構こうもうドボドボなんで、ここを抜けて、ちゃんとしたコース、ここにですね、1号の1号かな、の1号がなってますね。ちょっと食べてみようか。甘ヘビーチゴ。よし、次行こう。結構なってるな、イチゴ。よいしょと。いや、これよいしょ、担ぐ時にこの前三角でかい方がいいな。いて、担ぎやすい。これはなんか今まで乗ってきたマウンテンとちょっと違うところですね。この三角形が多いと、ここに手をこうスッと入れて持ったりしやすいっていうのと、トップチューブがなるべく水平やとこうふっと持ち上げやすいっていうのがあるっすね。よっしゃ、続いていっていきます。いやー、ようやくいつも知ってる道に出ました。ここは、いやー、葉っぱがですね、すごいトレイルの葉っぱがふわふわしてて、走れそうです。もうちょっと行ったら、トレイルの馬乗せというか、一番上にたどり着くんで。いやー、しかし担いだり大変やな、これ。担いだりこう車体を表向けたり、なんやかんやってっていう感じで。おお、やっぱり今日このコーヒーセットとか全部積んできてるんで、そのせいかな。よし、もうちょっと行きます。よし、ここを、ここをですね、出発地点といたします。ようやく到着しました、こんな場所。よいしょよいしょよいしょ。綺麗な木の葉の中に道がさささっとあるんですけど、よいしょ。さあ、今日はですね、この自転車で行きますよ。よいしょ。これ上から覗いた時にですね、結構開いてて、このハブの軸というか、これあとフォークのど真ん中が上から見えるって変な感じがしますね、このハンドル。いや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 。さあ、ではですね、ちょっと準備をしていこうと思います。
という今回の、注意点はこの新しくつけたサムシフターですね。これがですね今本当に自分の思うところで変速ができるのかっていうのと、まあ、チェーン外れですね。シングルスピードじゃなくて今回ギア付きできたんで、でマウンテンバイクタイプみたいにこう落ちにくいタイプじゃなくてもう普通の変速機なんで、これで一体チェーン落ちせずにいけるかどうかっていうのがハードポイントだと思います。ハードなポイントですね。あとは、この後ろのバックですね。後ろのバックが結構重たいんでこれがどう影響するのかなと思います。サドルからお尻を後ろに下げようとしてもですねこいつがあるんで、まあ、引っかかりやすかったりするんじゃないかなと、思ってるんですけども、そこを行ってみようかなと思います。はい、では出発します。下り編よし、スタートしました。でいつもまあ下りスタートするときはですねいつもこうゴーグルじゃないグローブや、グローグルもそのうちやりたいんですけどね。まずはこのグローブを装着するところからスタートします。で今ギアが、前は軽い方、後ろも一番軽い方になってますね。ではよいしょ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 、この葉の上を走りながらまずスタートします。押す押す、変速機がうまいこと決まってない。押す、行きます。やっぱ下りはギアちょっと軽めで行こう。ほうほうほう。さあフルリジットのフルハンドル、フルモリハンドル結構固めですね。でマウンテンバイクでは今回ないんでちょっと落ち着いていこう。こう後ろ、ああそうですね、ここ結構な坂なんですけど後ろに引けない。デイゲイストのサドルバッグの中に木の棒があるんですけど、その支えになってる木の棒が邪魔をしてですねお尻が後ろに引けないですね。よいしょ、さあ下っていきましょう。あでもまあまあこれぐらいだったらなんとかなるか。よいしょ、あ気持ちがいいな、気持ちがいいよ。この舗装路が結構あの舗装路にも走りやすいように、なっとるんで、やっぱそこはですねこの場所に来るまでの間も楽しめるっていうのがいいですよね。でそのゼイゲストのサドルバッグみたいにいろんなバッグがついたりするっていうのも、うわこれすげえな、この崖よし、このツーリング系、うわこれはツーリング系の、バイクを使う、メリットかなと思いました。これいわゆるなんていうんですかね、昔の自転車でいうとパスハンターっていうのかな。よいしょ、さあもうちょっとこう軽くしていこう。よいしょよいしょよいしょ、さあ道抜けまして、ついこっち、これどっちやったかな、あれこっちやったかな、いや こっちか。うわー荒れとるな、めっちゃ枝落ちて荒れてる、竹があるからな、ここ荒れてる。まあでもやば、結構枝が多いですね、枝が多くて、あれ道がなんか竹の生え具合が変わってて道がないぞ。こっちかな、行って今ダイナモハブがついてるんですけど、暗くなったら勝手につくんでいいですねこれダイナモハブでダイナモライトの、オフロード、おおセーフ、はい、おセーフ、行ってこの竹なんとかしたいけど、こういう時はこう降りてですね、この上を持ってこうやって、あ、開いてて、出てて、よいしょ、これでいいんですね。よし、イエーイ、最高です。さあこのまま下っていきましょう。今回はですね
ショート系です、あんまり長くなく、もう本当にペロッと走るぐらいにはちょうどいい感じで、よしですね。ほら、おお、枝がちょっと絡まってたな。あ、取れたわ。この枝がですね、さっきここにこんな感じで入ってですね、ましたね。いや、もう実はですね、もう出口なんですよ。おお、危ない危ない。もう出口なんですけど、まあこのショートトレイル走ってみて、よいしょ、結構 A ですね。ほほ、はい、まあ、なかなかいける。おもろいですね。まあ、自転車はマウンテンバイクではなくて、マウンテンバイクライドっていう、今回項目シリーズで来てるんですけど、マウンテンバイクではないんだけど、なんていうかな、それがマウンテンバイクができる前の、なんていうかこう、カスタムというか、そういうものっておそらく最初できた時すごい難しかったと思うんですよね。そもそも山を走る自転車じゃないのに、山を走ったゲリフィッシャーのクランカーみたいな、クルーザーバイクをこう山用にしたみたいなとか、ああいう時ってすごい難しかったと思うんですよね。で、今はフルサスがついて、フルリジット、フルサス、ハードテール、なんかこういろいろ出てきてですね、どん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 こう乗り心地が良くなって、コースもハードになっていってるんですけど、こういう自転車を山用にする、山用にするというか、まあ、山を走ってみるっていうだけでかなり、身近な、ちょっとそこまでハードじゃないんだけども、ちょっとハードぐらいがこういう自転車に乗ることですげえハードに感じるというのはあるかなと思いました。同じような道をおそらくブラーで下るとめっちゃ簡単なんですけど、おそらくですね。まあ人によって違うんで、めっちゃ簡単だと思うんですけど、そういう身近なところでもある程度のスリル、難しさを求めるなら、こういう乗り方も、一つありなんじゃないかなと、思います。伝わるかな。僕は国語苦手なんでね。はい、ということで、今回はこの、マウンテンバイクカスタムで行って、もう変速機もですね、今カチカチとこう決まるんですけども、決まらないとかですね。こういうところも難しさの一つになるんじゃないかなと。でも、それがですね、楽しいところ、そういううまいことこうどこで変わるのかなっていう工夫を自分の中で、探していくっていうのが、一つ楽しみになるんじゃないかなと、思いました。意外といけたっすね。意外といけた。もうちょっといろいろ挑戦してみようと思います。では、今回はマウンテンバイクライド、これこのままの名前でいいんかな、マウンテンバイクじゃなくなってきてるからな。はい、ライト、12番でした。またいろいろ走りに行ってみようと思います。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。どうですかね。いいっすよね。いいわー。ちょっとしばらく眺めとこ。